今日のグルメツアー、ツアーじゃないけどね、行きたかった店があるんですけど、ね、名前がね、ジョーステーキっていう名前だと思うんですけど、結構有名らしくて、予約しないと入れないっていう噂やったんで、まあ、うまい具合に、ビッグブルーっていうダイビングのショップの社長さんに、顔見知りなのか何だかわかんないんですけど、予約を入れてもらったんで、ちょっと今日はそこへ行ってみたいと思います。実はちょっと楽しみです。ここ、今日の飯はここ、ジョーズステーキハウス。ここ。ちょっと7時に予約してるんでちょっと早いんですけど、入ってみるかね。入ってみる。念願の牛。行きますか。行こう。ちょっとなんか雰囲気的にはなんかめっちゃ外れにあるな。うん。大丈夫かなっていうのは貼っとこにあるけど、一応まあ前行くとなんか賑やかしになってるからええんちゃう。ちょっと早いけどな。早いな。ちょっと待ちますか、うん、なんならどんな感じかっていうと、こういう掘ったて小屋みたいな感じ、ポツンとありますね。ポツンと、それでもいいんじゃねえか。こっちを入ってみよう。何でそれ書いてます、ね、これがメニュー。中なんやろな。メニューステーキなんて久々やもんな。ジョーズステーキハウスウェルカムって書いてあるわ。どれがええって言ってか、どれがええって言ってか、ナンバー、あ、ステーキのジョーズステーキやな。19番、ステーキハウス。これ何、スイッツハンプラスト、意味がわからん。ポークチキンいらん。ビーフやろ。19番言ってた。29番言ってなかった。29番言ってた。フィレステーキ with クリームチーズハウスラディッシュポテト&サラダ、どれやろう。電話するか。どれ言うて。ステーキハウス、顔すれへん。ステーキハウスで乾杯。どんなステーキが来るのか楽しみにしています。頼んだのはフィレステーキ。クリームチーズだから美味しいです。多分クリームチーズって書いてある。クリームチーズかかってんのかな。かかってんのじゃん。かかってんのかな。まあ、来てんの、来てからのお楽しみ。あ、そうや、日本でよくグラスワインって頼みますけど、オープンワインって書いてます。ワイン空いてるやつね。普段はボトルでくるはずです。なんかよく食いそうなバカでかい外人ばっかりや。大丈夫かな。あの、わしらのサイズちっちゃ見える。ちっちゃ見える。比較できない。グッドイブニング。グッドイブニング。え、こんばんは。腹減った。すげえな。牛トイレ、父なかなかのトイレで、これどこに住んでんの。ここかな。ここっぽいな。でも、ここ書いてあるの分からへん。これかな。あ、多分これや、これでしょ。これどういうの。高ないか。すげえ高い。これ乗せなあかんよな。ケツ、太っとんな、この人。なんそんな太ってんねや。大丈夫かおい。もうなんか肉の残り。なんかアルコールもしんどそうやね。めっちゃしんどそうや。アルコールもしんどそうやね。よかよか。ブクブクやないかおい。豚すぎや。アルカリ。あ、また座って。来てないよ。それか。すごい。これどうせまた座るで。めっちゃヨタヨタ。結構あれで頑張った。あれで頑張ったら。運動や、運動。運動運動。今回頼んだステーキ、フィレステーキ。一応ビッグブルーの人におすすめされたのが29番やったんで、このクリームのかかってるやつを頼みました。一応サラダがついてる。それとまあワインとか。いいんじゃないですか。おいしい。アロイ。
アロイアロイ、アロイアロイ、うんうんうん、ステーキ食うた、うん、ほんま、じゃあ俺も食おうかな、こうやろ、こうやろ、汚い切り方やな、一応ミディアムレアなんで綺麗に中が赤いはず、断面、ちょっと断面はカチカチな感じではないし、この感じが好きやな、断面、じゃあいただきます、うん、クリームと相まって美味しいです、このスープも美味しいやろ、ソース、このソースか、美味しい、うまいな、このソースうまいな、なんかサラダもなんかこうちょっとコールスローっぽい感じがして美味しい、いけるわ、うん、なんかこれクロケツって言ったけど、コロッケ、ジャガーコロッケ、コロッケもホクホクの時に食うとうまいな、うん、中をちょっと開けると結構ホクホク、ホクホクや、うん、ホクホク、まあ、このクリームチーズとお肉って合うと思わへんかったけど合うわ、うん、このモストコはシンハービアやけど中身はチャンビア、中身はチャンビア、うまそうに食いますね、おいしい、ステーキ中で今までここが一番おいしいかもしれない、マジか、うん、そこまで、うん、そこまでか、そこのだからカオラックの雰囲気がそうさせるのじゃん、ただなテーブルがめっちゃ揺れんねん、君が着るとこぼれへんやろ、こぼれそうやけど、こんだけ減ってるから大丈夫、うん、チャンビア、泡だらけ、あ、泡だらけ、泡だらけ、泡だらけ、あ、でも上手ね、なんだかんだで揃いとってだから揃い、乾杯、はっきり言おう、やっぱこのクリームチーズがすげえうまい、うん、クリームチーズとステーキがこんなに合うなんてって感じやわ、うん、驚きやな、家でもやりたいぐらいな、やれへんけどな家でもな、これはええわ、このちょっと汚くなったけどこのクリームチーズとこの肉がすげえ合う、びっくりするぐらい合う、ジューシーさプラスジューシー、うまいわ、1340バーツやからバーツを1000と数えるんやったら1000ベロ達成やほなほな、うん、ここに牛おる、牛、この牛の頭、あ、あの犬どこ行った、ごちそうさまでした、あの犬どこ行った、美味しかったです、さよなら、女性級、5人3アイアン4本だし、フィッ。